やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと父ネタトークです。こんにちは。夫からラーメンを食べてる映像を流すだけで、そんなにたくさんの人が見てくれてコメントくれるなんて、もう YouTuber だねって言ってもらえました。玉木です。嬉しい。人を褒めない人なので嬉しい。確かにね、普通にね、やってごらん。普通にラーメン食べてる映像をね、YouTube にアップしてごらん。多分ね、閲覧回数がね、5回とか10回とか、そういうことに、そういうなんか実行になると思う。私もね、過去に、このチャンネルは初めてじゃないんですよ、実は。何個か持ってるっていうか、うん、まあ、ただの風景映像とかだけだったり、もっと力入れてるのだったりあるんですけど、まあ見られないですよ。なんだろうね、見られない見られない。好きなことと求められることって違うんですよね。なんかすごい今話長くない人だから、あ、やめよう。今日は思いつきで考えました。行き当たりばったりなのでどうなるか自分も行方がわかりません。もしもシリーズ。もしもこの人が首相だったら、どんなコロナ対策をする？そして成功する？っていうので、過去の、総理大臣から、現在の野党から、いろいろ各種を集めてみました。個性的な人たちを。じゃあ、まずちょっと、例によって、カバラ数秘術から見てみようか。まず、小泉純一郎さんはね、ここがリーダーなんでね、ここがリーダーなんだけど、本質7はね、すっごい内向的なのね、自分の中、で、こう自分、内向的で自分を突き詰めていくみたいな。まあ4に近いものがあるんだけど、4より感情的なの。両方ね、感情的なの。7のも8も。だから、すっごい感情的な人だったのね、この人ね。確かにそうだね。感情に訴えるあのやり方が受けたんだろうね。でね、菅直人さんは、外の1がリーダータイプ。で、まあ2たす2はあの例によって、政治家にね、いいよっていう1と4は揃ってはいるけれど、まあ、22は常識とか正義感が人とちょっと変わってる。変わっているけれど、そのことに気づかない22さん。すごいパワーを持ってるんですよ。すごいパワー持ってんだけど、超真面目、超正義感強い。だけどその方向性がちょっと人とずれてるみたいな。まあ不思議な人です。なるほど、不思議な感じはこっから来てたんだな、みたいな。はい。森喜朗さんがね、まあ、これ政治家に向かないですよ。うちも外も5っていうね、5は変化の数なんですよ。一つのところにいられないの、コロコロ考えも変わるし、やりたいことも変わっちゃうから、信念を持ってここにこうどっしりとして目標を定めていこうっていうのができないんですよ、この人。あっちにしたい、こっちにしたいって、気分屋さんで変わっちゃうからね。ああ、この感じだったんだ、この残念な感じはっていうのは。なんかどっちかがさ、もうちょっとしっかりした数字ならいいんだけど、両方5だとどうしたらいいんだろう。はい。次、枝野さんね。この辺は前、次期総理大臣は誰がなったらいいかみたいな時に見ましたよね。枝野さん。はい、ここがリーダータイプ。リーダータイプっていうか、真面目で正義感が強い4が外面。で、内面の11がね、この辺からこの人たちみんな11持ってんですよ、下。11が例によって不思議ちゃんです。不思議な人です。最近出たところによると、ニュースの手越さんが両方11でした。11は不思議な力を感じ取ったりね、人の気持ちを感じ取ったりとか、そういう目に見えない力みたいな、不思議な力みたいなものをこう、扱うのが上手っていう、ちょっと浮世離れした感じなんですよ。夢見がちな感じ。3人ともそれを持ってる。で、1たす1で2の性質も持ってるから、まあ優しい。優しくてサポートするのがうまいみたいな、そういう性質も持ってます。そして、山本太郎さんもその不思議ちゃんで、外の6は優しいんですよ。とっても優しいの。で、橋本徹さんがすっごい意外だったの。山本太郎さんをまるっきり逆にしたのは橋本徹さんだったっていう。
そうなんだ。なんか、橋本徹さん、なんか8とか1とかリーダー的な数字をガーンって持ってんのかと思いきや、全く持ってなかったのね。どっちもこの人の感情をこう拾い集めて、優しくておせっかいしちゃう感じ。なので、そうね。多分、おせっかい心とか、困った人を放っておけないみたいな、そういう、そうよ。100%優しさ。なんか自分がこう上にのし上がりたいとか権力を持ちたいとかそういうなんか1とか8とかそういうのじゃないくってただただ善意 なんだろう、例えばこう猫が捨てられてたらもう絶対拾って帰らずにはいられないみたいな、そういう優しさから政治をしてますみたいな、政治家になりましたっていうのが多分この2人なんですよ。優しいの、そういうタイプだったんだね、橋本徹さんね。ああ、はい。じゃあ順番に見ますね。どういうコロナ対策をするのか。ああ、これ難しいね。一枚だけ引くよ。どんなコロナ対策をするのかっていうのと、成功するか失敗するのか、一枚ずつ、二枚引きますね。おお、なるほど。小泉純一郎さん、あ、ズバッと出ました。小泉純一郎さんは、どんな対策をするか、マジシャンなんですよ。画期的なアイデアを出しそうですよ。斬新なアイデア。不可能を可能にする、魔法使いですからね。魔法のような技を繰り出しますよ。で、成功するかというと、力の再生なので成功しますね。おっと、そうなんだ。純ちゃん、なんか、魔法のような力、ような力で成功。かなりいいね。次、菅直人さん。はい、ズバッと出ました。菅直人さんは、どういう対策をするかというと、力の再生、死神の逆。ほう。どういうことだ？一旦、壊滅するのかな？例えて言うなら、今のスウェーデンみたいな。何にもしないで、もしくは何かするけど大失敗に終わり、一旦日本が死ぬ。そこから死んでから、あ、やっと何かしなきゃみたいな。なので我々は一回やばい目に遭う。国民みんなが一旦なんか死を見るみたいなね。そういうことをして成功するか失敗するか崩壊なので大失敗です。やばいやばい。国民が死を見る。すごいね。はい。次、森喜朗さん。森喜朗さん、これ以上っていうか、これ以下の何かあるかな。はい。ズバッと出ました。森喜朗さんの対策はですね、陰者の逆なんですよ。陰者の逆が仕事に出ると、薄っぺらいとか、重箱の隅をつつくとか、見当違いな意見を言って浮いてしまう。独りよがりの仕事。よくないね。よくないんだけど、なぜか成功するかどうかっていうのは星なのね。希望なのよ。何がこう繋がるのかわかんないんだけど。一人見当違いなことを言うけれど、不思議と周りに恵まれるとかね。なんか、ここに現れない何か能力があるのかもしれない。どうしようね。何色で描こうね。まあ、黒で描いとかね。なんか、一人で見当違いなことを言うのに成功。不思議だね。何のマジックだ、これ。はい、次、枝野さん。ほう。ズバッと出ました。枝野さん何をするかっていうと星なんですね。これめちゃめちゃいいの。そうなんだ。なんか目標を高く掲げて、それに向かって達成するとか、インスピレーションが冴えてるとか、ね。枝野さんこの前もなんか総理大臣になったらどうなるかっていう時にすごい良かったんだよね。枝野さん実はすごい人なんじゃない？私たちがまだその能力に気づいていないだけ。で、
星対策がね。で、どうなるか成功、ジャスティス、正義。まあこれ、痛みは伴うんだけど、正しい判断なんですよ。なので、まあ成功っちゃ成功ですよ。まあ若干痛いけれど、うん。そうね、冴えた感性で、痛みを伴い、狭い、な、成功。なるほど。次、山本太郎さんが首相だったら、ズバッと出ました。山本太郎さんは、森さんと一緒。何をするか。一人で見当違いなことを言う。重箱の隅を続くとか、まあ、人のミスをぐじぐじ言うとか、そういう感じになりそうです。で、どうなるか、成功するか失敗するかは失敗ですね。世界の逆なので、未完成、目標を達することができず、撃沈、みたいな感じ。残念。山本太郎さん、一人で見当違いなことを言って撃沈。この人とこの人が見当違いなことをしそうなのは同じなんだけど、こっちは成功してこっちは失敗するっていうのは、なんだろう。まあ、やっぱり周りにどういう人がね、支えてるかとか人脈とか、そういうのだろうね、多分。うん。助けてくれる人がいるかどうかとか、優秀な人が周りにいるかどうかみたいな差なんじゃないかな。それもまあ能力の一つですよね。うん。はい、最後、橋本徹さん。ほう、ズバッと出ました。橋本徹さんはね、厳しいことをするよ。ジャスティス、正義。かなり痛みを伴うことをします、この人は。正しいけれど、超国民が痛い、正しいけど痛い、きつい、うん、っていうことをしますね。例えばどんなことだろうね。完全にロックダウンとか、もう1ヶ月間一切家から一歩も出るな的なね。食事もみんな届けるから、全員家から一歩も出るんじゃないぞみたいな。そのくらいの厳しさでなんかやるのかもしれない。橋本徹さんってどういうコロナに対してどういう意見なんだろう、ちょっとわかんないんだけど、結構きついことをしそうですよ。で、成功するかどうかは成功しますね。法王なので、法王は最終的に信頼されるリーダーとか、寛容、優しさ。やることは痛かったけど、家庭は痛かったけれど、最終的に、ああ、この人優しい人だったんだ、みたいな。みんなのことを思ってやってくれたんだねって信頼されるような結末になりそうですよ。痛みを伴うけど、最後は信頼される。はい、出ました。まあ、成功する人、はい、小泉純一郎さん。魔法のような力、うん、何か超絶テクニックな、何かを繰り出して成功します。で、枝野さん、冴えた感性で痛みを伴いながら成功。はい。で、橋本徹さん、まあ、痛みを伴う厳しいことをするけど、最後は信頼される。やってよかったねって。結果オーライ、よかった。そしてですね、ダメなのは、まあ、一番ダメなのは菅直人さんだね。タワーが出たからね、国民が死を見る。なんか死神とタワーが出たもんね。で、山本太郎さん。一人で、見当違いなことを言って、撃沈。で、まあ、森さんね。なんか家庭はダメそうなんだけど、周りが助けてくれて成功しそうみたいな感じ。こんな感じになりました。はい。枝野さんがね、なんか私の中でちょっとイメージがどんどん変わっていくんだけど、なんかそんなにしっかりした、ちゃんとした感じなのかな。ね。どうなんだろうね。一回やらせてみたい感もあるけど、この辺にしておこう。では、もしもシリーズでした。はい。もしもこの人が首相だったら、どんなコロナ対策をする、成功するでした。はい。では皆さん、お体に気をつけて、じゃあね、バイバーイ。